はい、本日はこちらの GH6 の方の、発売でもう1ヶ月は経ったんですが、現段階で固まってきた設定と、あとは装備ですね、このリグとかのその辺についてお話ししたいと思います。まずはこの一番ベースとなるリグなんですけど、スモールリグのブラックマンバじゃない方といったらいいんでしょうか。いわゆるオーソドックスな GH5 の頃と同じようなケージ、こちらの方にしました。それにプラスしてここの上の部分ですね、ここにこのスモールリグじゃないなんかナトレールをここに足してます。でここにコールドシューが1個増えてます。これはまあ後で紹介しますが、マイクをつける場所になります。で反対側にもこっち側にもマイクをもう1個つけたかったんですが、ちょっとここにコールドシュー、斜めに切れてるコールドシューがあるんですけど、ここだとちょっと右と左との距離バランスが合わないので、もう少しこっち側にオフセットする必要があったので、このリグの横の穴にちっちゃいミニ雲台の方を取り付けて、上にコールドシューを足して、ありますかね、こことここのにコールドシュー、まあ、ちょっとずれてますけどをつけてます。でここにそれぞれマイクをつけてステレオマイクにするということですね。まずベースとなるスモールリグのケージなんですけど、いろいろと進化しているところがあります。まずここのマグネット式でこうくっつくレンチがついてて、これがあれば、まあ、こことか、あとはここの、ちょっと見づらい、ここですね。ここにストラップホールがあるんですけど、そこをリングを外して、ネジでこのケージと固定することができる穴がありまして、そちらを閉める場合も、この先っちょの方を使えば可能です。で、それがだいたいここに収まるので、いつでも締め直し、増し締めが可能です。カメラバッグには六角レンチは載せてますし、まあ、コインドライバーとかで増し締めすることはできるんですが、このケージにも直接ついているので、いつでも増し締めできるっていうのはすごい便利ですね。でこちらのケージ、まあおおむね良好なんですけど、一つ問題点がここの電池ボックスなんですけど、これ今どうかな、開けよう、開くな、ここ見てわかるかもしれないですけど、ケージの作りとバッテリーボックスのこのラインがめちゃめちゃギリギリに切れてて、このケージがちょっとよれるともうこのボックスの開閉に干渉しちゃうんですよね。今うまい具合に調整して締めてるからいいんですけど、これを手持ちでこうやっていつもこうやって握って取るんですけど、こんな感じですね。基本こういう手持ちスタイルで撮ってるんですけど、でグーッと握り締めてるとちょっとずつよれてきちゃうんですよね。そうするとこのバッテリーボックスの蓋に干渉して開かなくなっちゃう。ちょっとこのケージの穴、ここのラインが攻めすぎ、もうちょっとゆとりをがあった方が助かったなっていうのが正直なところですね。策というか、まあ、GH5 のケージだとここはかなりもともとスペースがあったんで、多少ねじれてても全く問題なく開閉できたんで、すごいストレスフリーだったんですけど、今回はすごいギリギリを狙っちゃってるので、どうなんだろうみたいなところはあります。でさっき手持ちスタイルで見せたように、横にスモールリグのハンドストラップ、これをつけてこうやってかなりきつめにやってるんですけど、これで基本これで片手でも持てるようになってます。こんな感じ で左手の方はボディを下から支えてフォーカスですね、まあ、基本マニュアルフォーカスで撮ってるんですけど、こんな感じで撮影してます。で右手の方はここはシャッターダイヤルですね、ここはシャッタースピードを設定します。なので動画撮るときには、シャッタースピードを動かさないので、これは一番触りにくい場所ですね。このケージのレールがあって触りにくいっていう、まあ評判のところですね。
まあ、使わないんで問題ないです。こっちのダイヤルに絞り値で、こっちのホイールですね、こちらに ISO 感度を設定します。実際やってみますか。ここですね、ここでまず ISO 感度がダイレクトに変えられて、ここですね、ここここで絞りが今ここですね、ここのダイヤルでシャッタースピードは変わるんですけど、まあ基本変わりませんので、問題ないです。こういうふうにちょっと浅めに指をちょっと浅めに入れて右手でホールドします。で物質はここで、絞りはただうるさいんですよね、ちょっとわかるかな。この絞りのレンズの絞りが動く音プラスこのダイヤルの音がまあまあうるさくて、うんって感じですね。あんまり絞りは変えたくない。対し ISO 感度、ここはわかりますかね、こういうふうに慎重にやればほぼ無音でダイヤルを操作することができます。ですから ISO 感度ある程度100スタートで上げたいときは ISO 感度の方で上げちゃう方がノイズが入らなくていいですね。この操作音が紛れることがないのでそっちの方を重宝しています。あとボタンカスタマイズでやっているのはこちらの赤い録画ボタンですね。これ、まあ、普通は録画なんですけど、この場合は今これをライブビューの画面拡大のボタンに割り当てています。なんでかっていうと、ライブビューの拡大ってのは、まあ便利っちゃ便利なんですけど、毎回は別にいらなくて、拡大しなくても別によくて、普段ピーキングで合わせちゃってるので、MF アシストのフォーカスリングのところは、まあ基本オフにして、ジョイスティックを押すでもいいんですけど、これがなかなかジョイスティックをこの動かすのと押すので、間違ってこの動かすにコマンドが入っちゃう場合があったんで、これはちょっとやめて、で、あと音もするんですよね、ポチッとした時に。わかりますかね？今の音ですね。カチカチカチって。で、それが嫌なんで、この赤いボタン、録画、本来の録画ボタンは、これ無音なんですよ。音はしないんで。こんな感じで。GX の中では音がするボタンと無音で操作できるボタンがいくつかあるので、録画中に操作が必要なボタンに関しては、音が鳴らないボタンを割り当てて、音が鳴っても構わない場合は、それ以外のボタンを割り当てています。あと初期設定だと、ここですね。よいしょ。このボタンでも拡大が割り当てられてるんですけど、初期設定だと。ただグリップが深すぎて指が結構ギリギリになるんですよね、録画中だと。で、先ほど言ったみたいに絞り値、ISO 感度をこっちで親指で操作するので、基本深く持たないんですよね、このグリップを。よいしょ。ここまで持ってればいいんですけど、そうすると今度はここが、この ISO 感度が親指で届かなくなるので、手を少し余らせて持つ。で、こっちで支えてればこうやって ISO 感度絞り値っていう風に両方できるんですけど、そうすると今度はここですね、ここのボタンに指が届かなくなる。ライブビューの拡大しようと思ってもいかなくなる。だからここですね、この赤いボタンに拡大を割り当ててます。ここはちょっと使え、まあ、左手で押すっていう手もあるな。こういう風にですね、普段はこうピントを合わせてるので、
この人差し指でこっちを押すとかっていう割り当てもありかもしれないですね。レックは基本的にこのシャッタースピード全押しかこっち、この2種類のどっちかでやるようにしてます。まあ、ここが一番わかりやすいですけど、まああえてなくてもいいかなっていう感じですね。はい、じゃあちょっとメニュー画面の設定ですねを一つ一つやっていこうと思うんですけど、まあこれ今動画モードのメニュー画面です。この辺はあんまりちっちゃいんですけど、まあ露出設定は当然 M モードですね、基本的には。でフォトスタイル、今ナチュラルをベースにいろいろといじってます。こんな感じ でこれもまだ探ってる最中というか、基本的に Vlog ではまだあんまり調べてないというか、 Vlog をちゃんと扱えてないのでフォトスタイルで合わせるスタイルでやってるんですけど、なかなか正解が難しい。前撮影した時は結構いい色には出たんですけど、ちょっとまだ汎用性というか必ずうまくいくってわけではないので、まあ、考え中です。速攻モード、まあこの辺は適当で、ダイナミックレンジブーストに関してはまあちょっと使ってみてもよくわかんないのとかっていうのが本音ですね。日中でわざわざ使って ND フィルターをかまして、わざわざに明るい時に ISO 感度上がっちゃうリスクを背負って、それを ND で落としてまで使おうっていうのは、まあ、全然思わないですね。あべこべじゃないですか。明るいところを高 ISO 感度でわざわざノイズが出る撮り方をして、さらにレンズには余計な ND フィルターをつけて画質当然落ちるわけですから、そんな都合のいい話ないじゃないですか。画質が落ちないとか、そういうリスクがかなり多いなっていう、特にまあ日中で使う分にはですね、 ISO 感度が上がる光が暗い部分ではありかな。普通に撮りで ISO800 とかになっちゃうような場合であればありなのかもしれませんけど、ちょっとこれもまだまだ要検証ですね。 ISO 感度設定はまあこの辺はいいかな。シンクロスキャンはこの前ちょっと試してみたけど、ちょっとまだはよく分かってますね。マスターペデスタルは、まあ、黒の締まりのあれですけど、 GH5 の時はプラス5ぐらいにしてたんですけど、この辺もまだちょっと情報がなくていじってないですね。 SS 原因操作、これ角度にするとなんか11度なんか面白い。角度だと11ってことないよね。180とかだよね確か。まあ普通に秒ですね。補正フィルター設定とかはまあ普通にオフですね。まあ、MOV のフル動画画質、まあめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、まあこのマイリストで使う分だけまとめておきます。まあ基本的にこの422.10bit の 200Mbps と 120p、 まあこの辺が一番使うかなと。それ以上のハイビットレートの動画はまだ試してないんですけど、果たしてそれに見合うだけの画質向上があるのか、これまだ要検証ですね。タイムコード設定はまあ現在オフです。キロレベル設定はまあここですね。下はちょっとあれして、自動認識、まあオートフォーカスほぼ使わないんであれなんですけど、まあ人物でこの辺もピーキングはオンにしてます。感度この辺もまあなんとなくつけばいいかなぐらいの感じなんで、気分で白にしてます。マニュアルフォーカスの時もオンですね。基本的にはこの辺も MF 時のライブビュー拡大時だけはオフにするとか、まあ確か拡大時はオフの方が見やすいかもしれない。シャッター操作時の表示、細かく設定できますよね。すごい、この辺はすごいやっぱいいですね。まあ、移動速度、まあ、高速、高速で音ですね。この辺も難しいですよね。いろいろあって。録音レベル表示。まあ、とりあえず表示させておきます。ただ、これも、まあ、これですね。ここでオンにすると、これですね。まあ、邪魔っちゃ邪魔なんで、なかなか難しいところですよね。設定って何、どうなんだろう。小にすればいいのか。あ、ちっちゃくなった。いいですね。わかりにくいっちゃわかりにくいけど、まあ、これはこれであり。音声入力ミュート、あ、これはもう音声なしってことか。なるほどね。これでミュートオンですね。これをオフにすれば、まあなるほど。録音ゲイン、まあ今低め、レベル設定、レベルキャンセル、まあ基本的に
XLR アダプターを介して外部マイクで録音してます。この辺はあんまり関係ないですね、まあ、この辺のモニタリング音量モニターチャンネルとかも、あの音声でまとめて設定できる音声ボタンあるじゃないですか、あれでやっちゃう方がいいですね。その他サイレントモード、まあ、手ブレ補正、この辺はまあブーストブーストもやっぱ長玉とかで使うときには使うかなって感じですね。電子補正はまああんまりクロップされちゃうんで、セルフタイマー設定はこのぐらいか。フォーカストランジション、ループ、分割機能。ああ、分割機能もありなのかな。結構長回しすることあるんですけど、例えば使わない尺とか30分とか回すとファイルがめちゃくちゃ大きくなるじゃないですか。40ギガとか50ギガとか。そうなるとコピーして扱いに若干困る時もあるから、少ない分数で分割していって、まあ、ファイル数が増えるんですけどの方がひょっとしたらいいのか。今オフにしたんで回した分だけ一つのバカでかいファイルになってたんですけど、この辺はちょっとまた検証してみたいと思います。で次戻ってよいしょ、隣ですね。フォトスタイル設定、これはさっきのフォトスタイルですね。ここに関する設定なんですけど、これちょっと前から使いにくいなと思ったが、このフォトスタイルに対しての設定なんですけど、この上まで戻って下に行ってさらに潜ってここにあるんですよ。表示の制限、要するにビビッドナチュラル、クラシックネオ、フラット、風景、人物、モノクロームに3つに、シネライク D に、709に、V6 に、ハイブリッドガンマに、フォトスタイル。もうめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、こんなにあるとここで探すときに好みのものに行き着くまでめんどくさいと。だから使わない、絶対使わないってものはもう省いちゃいましょうよっていうことがここでできるんですけど、だったらなんて言うんですかね、ここの下あたりにそのフォトスタイル設定があるべきではと個人的には思うんですが、どうなんでしょうね。結構ここの関連に気づくまで、まあ、すぐってわけにいかなかったですね。まあ、ここ開いてみると制限とマイフォトスタイルの設定、これもすごい重要なんですけど、調整項目の追加、マイフォトスタイルっていういろいろなベースも言いますか、めんどくさい、このここまでやんなきゃいけないからね。マイフォトスタイル、まあまあ、まずマイフォトスタイルって何ぞやってことなんですけど、このフォトスタイル、まずベースとなるフォトスタイル、この辺ですね、人物とかを一つ選んで、これ選べます、いろいろと。Vlog とかも選べるのかな、選べるな。うん。一つ選んで、それに対して、コントラスト、ハイライト、シャドウ、サイド、色相、シャープネス、ノイズリダクションを調整して登録することによって、自分だけのフォトスタイルをあらかじめ決定しておくことができるっていう機能なんですけど、それの今、もう一回見ると、マイフォトスタイル。ここに、今ちょっとグレーアウトしちゃってますが、ノイズリダクションの下に、ISO 感度、ホワイトバランスがグレーアウトしてあります。これは設定できないのかというと、トントントン。ああ、めんどくさい。ここで、追加でこの、ISO 感度、ホワイトバランスをオンにすれば、ああめんどくさい。ずーっといくとここですね。フォトスタイルの中に ISO 感度、ホワイトバランスの設定を内包することができるんですね。まあ、これはいいとこ悪いとこ結構あります、あると思うんですが、まあ、いいとも言える、悪いとも言える。オンオフできるんで、好みに合わせてやるといいと思います。あとリセットですね。まあ、基本的にはオフでいいんで、これはオフでいいですね。まあ、ISO 感度ぐらいは、まあ、このマイフォトスタイル、だいたいこの C1、C2 とかのカスタム設定と組み合わせることが多いと思うんですけど、変えるたびに ISO 感度がそっちにバーンっていったりとか、ホワイトバランスがバーンってそっちに動いちゃったりとか、まあ、なかなか、難しい。結局オフにしちゃいましたね、僕も。次いきます。まあ、ステップ、こう1EV とサム 1EV。これも前から気になってたんですけど、2分の 1EV が欲しいなっていう気はします。3分の 1EV だとちょっと細かすぎる。1EV はさすがに無茶、幅が広すぎる。
2分の1もあるといいなって感じしますね。拡張イソガンド、拡張イソガンドは基本的には使わないです。まあ僕はね、基準露出レベル M モードでやってるので全く関係ないですね。マルチ速攻時の顔優先、これも関係ないですね。色空間 sRGB、 Adobe RGB、 これって写真なのかな、動画には関係ないのか、 sRGB とか Adobe RGB ってよくわかんないですね。露出補正リセットとは何ぞや。撮影モード変更時に露出補正をリセットします。なるほど。絞り優先、シャッタースピード優先、プログラムモードなどを使っている時にやる露出補正をモード変更した時にリセットしますかしませんかっていう設定ですね。 A モード、 P モード、 S モード使わないので関係ないですね。動画の露出自動制御、これ何ですかね。PASM モードの動画撮影で絞り値、シャッタースピード、ISO を自動で制御します。自動で制御します、やめてほしいですね。なんで今オンになってたんだろう。自動で制御する系は基本的に信頼してないんでオフです。クリエイティブ動画の設定値、これは写真の設定した各モードで設定した値で動作します。クリエイティブ動画モードで写真の設定とは別に設定できます。要するにモードダイヤルで写真モードからクリエイティブ動画モードに変えた場合に、設定したこの辺の絞り値やフォトスタイル、速攻モード、F モードなど引き継ぐか否かってことですかね、多分。なるほど。まあ写真と動画でモードや速攻スタイル、フォトスタイルを変えたいっていう場合は必要になってくるのか、必要性があるのかどうかちょっとまだわかんないですけど、そのうち必要になるかもしれないですね。この辺は AF とかフォーカスの設定ですね。フォーカスのレリーズ優先とか、フォーカス切り替え、立ち位置、横位置を判別してフォーカス位置を調整するやつですね。調整というか、前に設定してた立ち位置の時に構えていた場所と横位置の時に設定していたフォーカス位置をそれぞれ記憶していてくれて、カメラの向きを変えるとそれを直してくれるってやつですね。 AE、AF ロック位置、なんだこれ、 AE、AF ロック、 AE ロックとかマージ使わないからな、 AF ロックも使わんしな、よくわかんないですね。 AF、MF、 AF した後に手動でピント合わせることができる。 MF アシスト、これは要するに今 MF アシストはさっきちょろっと触れましたけど、フォーカスリングをクリクリッと回したときに拡大するか否か。AF モード、AF モード中でもするかってことかな。で、ジョイスティックの真ん中をポチッとしたときにも拡大するか否か。で、MF アシストの表示をピンピーするか、全画面にするかですね。こっちだと全画面で、あ、今、ジョイスティックを押してみます。ポチッとな。大きくなりましたね。これ全画面。よいしょ、うん、おい、これで、まあ、白くてちょっと分かりづらいですけど、ピーキングも表示されてますね。それとこれをピーインピーにすると、よいしょ、あ、これですわ。ジョイスティックを押すと拡大する設定になっているんですが、正確に押さないとちょっと斜めに押しちゃうと、こういう風に拡大エリアの移動に認識してしまって、この画面になっちゃうんですよね。で、ちゃんと真ん中を正確に押さないと拡大してくんない。これがちょっと嫌だなっていう。よいしょ。はい。で、戻って、次この MF ガイド。これがなかなか難しいっていうのがありまして、何かというと、MF ガイドちょっともう一回オンしますか。そうじゃないですか。で、レンズの焦点、まあ、触ると分かりますね。これ動いてないんですよね、全然。なんでかというと、この MF ガイドが動かないっていうのは、レンズがラオアの 10mmF2 という単焦点レンズで、これは電子接点がついてるレンズなので、フォーカスリングを触ったのもカメラに伝わって、ちゃんと拡大とか、あと絞りはボディ側から調整したりとかできるんですけど、 MF ガイドはなぜか表示されないんですよね。なのであれだけ邪魔なんでオフにしちゃってます。ただこれが別のレンズ、純正レンズとかでやると、やっぱ MF ガイドって実は
マニュアルフォーカスで動画撮影しながらピント合わせるときにはピーキングと合わせて結構重要で、遠くに進んでるのか近いものに合わせるとレンズが回ってるのかを指の感覚で覚えてれば、覚えられるっちゃ覚えられるんですけど、視覚的に表示されるのでそれで微調整しやすいんですよね。なので使えるレンズに関してはこの MF ガイドはオンにしたいけど、使えない表示が対応してないラオアのレンズではオフにしたいっていうちょっと面倒くさい悩みがあります。この辺をカスタム機能でところで対応しようかなといろいろ頑張ってはいるんですけど、なかなか悩ましい問題があります。フォーカスリングロック、フォーカスリングロックの有効無効を設定します。フォーカスリングロックってでもマニュアルフォーカスだとどうなの、関係ないよね。 AF のレンズだとは関係あるのかな。これはちょっとわかんないですね。 AF モード表示の制限、これね AF モードいくつか出てくるんですけど、追尾フルエリア、まあいらないものは外せるよってやつですね。まあ、今んとこ全部出してはいます。ピンポイント AF、 ピンポイント AF ってなんだろうな、ちょっと AF 関連あまり突き詰められてないので、シャッター半押し AF、 親指 AF との兼ね合いでこれはオフにした方がいいみたいな話聞いたんですけど、やっぱこれあった方が便利かなと思ってまたこれオンにしてます。合唱時の瞳認識、顔に十字の線が出るやつですね、まあ、なんか合ってる感出るんでとりあえずこれにしてます。シャッター半押しレリーズ、これシャッター半押ししたら写真が切れるやつですね。これもまあまあやりにくかったんでオフにしちゃいました。シャッター全押し動画記録、これさっき言ったみたいに赤いボタン、録画開始ボタンを別の機能に割り当ててるので、シャッター全押しで動画オンは設定してます。もともとこの設定はずっと使ってたんですね。クイック AF、 アイセンサー AF、 ループ移動、お、動画ライブビュー拡大表示設定、動画ライブビューしてるときに拡大表示を維持するか否か、なるほど。これは MF ガイドとは微妙に違うのかな。拡大表示オフにすると撮影時か、回して拡大しませんね、しないな。拡大するであろうボタンを押してますけどしませんね。これはなんか違うのかな。オフにしようか、もう一回やってみようか。動画かスタートで拡大ボタン押しても動かない、なんで拡大されんな。設定が違うかな。 MS アシスト、これあれかもしかして、もしかして 120p だからかな、そんな気がしてきたな。ちょっともう一回カスリングオフにしといて、拡大してジョイスティックの真ん中を押すと拡大するな。やっぱそうだな、 120p だとできないんですね確か。ああ、そういえばそんな気がしてきた。難しいね、この辺が難しい。 120p だと動画撮影中の拡大ができないはず、多分できなかったし、今そんな気がしてきましたね。できるな、やっぱりこっちでできますね、 60p にしてると。なるほど、さっきの設定にもう一度戻ってみるか。動画ライブビュー拡大表示オフにするとどうなんだ、これポチッとな。ああ、なるほどね。ここの、拡大ボタンですね。動画撮影中の拡大ボタンを押すと、押してる時だけ拡大、離すとオフ。これがオンにすると、
動画拡大ボタンを押せばずっと話して、今話してますね、話してるとずっと拡大してしっぱなしで、ここでシャッター、あー同じボタンか、同じボタンを押せば消えます。これはどっちがいいんだろうな、うーん難しいな。押してる間だけ拡大の方がひょっとしたらいいのかもしれないですね。これもでもちょっと機能の設定の場所が飛んじゃってるのが若干残念ですね。次行ってみます。 Q メニュー、これ Q ボタンですね、ボディの後ろにある Q ボタン、これの設定ですね。設定それぞれの写真と動画で何を持ってくるのかで、今これも結構難しい、まだまだ悩んでる感じなんですけど、今現在だと写真だと例えば、ピーキングのオンオフとかですね、あと写真の時は動画はピーキング使いますけど、写真はピーキングいらないかなっていうのがあって、ここでオンオフできるようにしてますが、これはじゃああれか、カメラモードをどれだっけ、さっきあったな、クリエイティブ動画の設定値これかな、例えばこれは関係ないか、ピーキングまでは含まれないか、とりあえずピーキングをオンオフしたいなっていうのがありました。サイレントモード、これもパッと音消したいですよね。これメニュー潜るのが結構大変なんで、ISO感度、コントラスト、ここはまだいじってないな、多分この2つだけですね、多分やったのは。まだ決めかねてるような気がします。動画の方はここにダイナミックレンジブーストのオンオフで、動画画質、まあ 60p と 120p だけですけどの呼び出し、手ブレ補正ブーストを、まあ超望遠レンズ使っているときに手ブレ補正ブーストをかけたいときに、ここから呼び出す方がまあ楽だなって言いますね。で、フォトスタイル設定、手ブレ状態走行、これもまあ超望遠レンズ用かな。ピーキングオンオフ、シンクロスキャン、ゼブラパターン表示のまあオンオフを今のところ入れてますね。あとはオフにして、まだこれの辺は決めかねてる感じですね。今とりあえずこの並びですけど、ちょっと内容は変わりそうな気がしてきます。次、タッチ設定、タッチパネル、タッチタブ、タッチタブってこれですね、この横に出てくるやつですね。これはまあ音しないっちゃしないですけど、使いいいのかな、なんか GH5 の頃からもありましたけど、初歩時期あんまり難しいなっていう、これでオフですね気がしてまして、どうなんでしょうね。タッチ AF とか、タッチパッド AF、 これすごい種類がいっぱい増えててびっくりしましたね。これはこれかな、相対位置、相対位置か絶対位置ですね。これ僕よく使うのはファインダーで覗いてるときに、この左手とかで写真の時ですかね、パッドの方をスリスリ触ることによって AF エリアを素早く調整することができるっていう時に使ってますね。相対位置でいいのかな、どっちだっけな、絶対位置でもいいと思いますけど、どっちですかね。ロックレバー、ここですね、ここにあるロックレバーでどの部分をロックするのかを決める、でどのボタンをロックするのかまで決めるというね、細かくていいですね。まあなんかストロボ撮影とかしてるときはシャッタースピードは固定したいっていうのがあるので、その辺とかもいいかもしれないですね。写真のときとか、写真でストロボでスタジオでバンバン撮ってると結構いつの間にかシャッタースピードが変わってたりとか結構あるんですよね。次、 FN ボタン撮影、ボタン設定、撮影設定、ここですよね。ここにやっぱ個性出ますよね。まあ個人的にはまずここは上の3つですね、露出、プラマイ、露出補正ボタンか、で ISO 感度、ホワイトバランス、まあ、この辺はそうなんですね。でオーディオボタンもこれもそのままで、ここですね、この赤いボタンなんですけど、ここがライブビュー中の拡大ボタンに取り合わせてます。LVF、ライブ、あーそこでね、AF オン、で、これ AF エリア、Q メニュー、FN1、これか、これも虫眼鏡の拡大になってるな、これも拡大してるのか、まあ、これは拡大じゃなくてもいいんだけどね、
でここですね、このフロントのレンズ横のマウント横の上のボタンがもうこれも拡大になってますけど、これなかなか指届かない、撮影中指届かないですね。だからここは撮影前に押すと便利なものにするといいかもしれないです。それがこの FM3 のウェーブフォームベクタースコープですね。これを今設定してまして、これを押すとよっこいしょ、こんな感じですね。なんか Vlog とかで撮るときとかはこれでスコープで露出状態確認して撮ると間違いが少ないですね。もう画面見ても分かんないですかね、あれ。それをオンオフするのをこのよいしょとメニューからやるんじゃなくて、ここですね、ウェーブベクターのボタンに割り当てるとすぐ呼び出せて、まあ良いかなという感じします。 Vlog で撮る機会がないですけど、いずれは挑戦してみたいなって思ってます。こっちはあれか、さっきのタッチパッドの横に出てくるメニューの方ですね。これの内容を設定できるみたいですね。後々何かやりたい時があった時にすごいいいと思うんで、まあこれはこれで、まあ現在はちょっと活用してないですけど、ホワイトバランス、露出を制ボタンを押した後に、ボタンを押すと設定画面となり設定を変更できます。再度ボタンを押すと設定値を変更できます。要するに、例えば、ISO 感度ボタンを押すと、こんな感じですね。ボタンを押してからダイヤルで動かすと。まあ、あとはシャッター反応とかで戻りますね。ISO 感度に関しては、さっきも言ったように、別のボタンを割り当てちゃってるので、問題ないんですけど、ISO 感度画面の操作。まあ、ダイヤルをどう動かすかですね。おー、細か。なるほど。露出補正画面の操作。露出補正をそもそもやらないですね。ダイヤル設定。これですね、コントロールダイヤル。コントロールダイヤルを ISO にしてます。そうすると、ダイレクトでコントロールダイヤルをコロコロ回すことによって、ISO 感度を変えられるので、便利。これ、そうか。ISO。フォーカス枠サイズとか、うん。ヘッドホン音量。露出補正のダイヤル割り当て。あー、露出補正をダイヤルに割り当てる。すごいなんか、重要視してる人にとってはいいかもしれないですね。ダイヤル動作切り替え設定。あー、ホワイトバランス、ISO。どういうことだ。難しいな。メニュー操作のダイヤルの回転方向ですね。まあ、これは、おのおの好きにするといい。いいかなと思いますね。ジョイスティックの動き、 FN、FN キーにすることもできるのか。メニューだと、メニューになる。ジョイスティックを押すと、メニューボタンでいいよな。メニューにすると、真ん中を押し込むとメニュー画面になるんですけど、それ以外の左とか上とかに当てても何も動かないですね。それはそれでどうなんだ。ダイレクトフォーカスね。リモコンの動画ボタンがよくわかんないですね。モニターの設定、常時プレビュー、ヒストグラム表示。邪魔ですね。邪魔ですね。まあ、オンオフできるようにどっか あのボタンに割り当てるとかならいいかもしれないですね。写真グリッドライン表示。こういうやつですね。まあ必要な時にオンすれば。ライブビューブースト。この辺は暗い場面でピント合わせるときに写真とかのあれですかね。画面を一時的に明るくすることができるかどうかってところですね。まあこの辺も、この辺もまあ写真の時の旧メニューとかに入れておくといいのかな。ナイトモード。この真っ赤になるやつですね。ちょっと怖いですね。いつも思うんですけど。まあ、星撮りとかだといいのかな。まあ、それよりもボタンイルミネーションが欲しかったなっていうのが本音ですね。暗い中で設定するときにボタンが見えないっていうのが結構あるので、ペンタックスだとはついてるのかな。他のメーカーのカメラあんまり入れないですよね。あれでもすごいいいなと思うんですけどね。モニター表示設定。左右反転表示。オート。左右オンにすると、これは、
これはどういうことだ。上下反転表示。反転してくれるんですけど、これどうやってやるんだろうな。チルトでパコってするじゃないですか。でカメラ側に前側に向けると、これまた後でカメラアングルがあれですね。露出メーターオン。露出メーターどれだ。写真モードかな。なんだろう、よくわかんないですね。なんだろう、どれですか、ちょっとよくわかんない。焦点距離、これあれですね、ズームレンズでグリグリ回したときに焦点距離を数字で表示するが、まあ、一瞬出てすぐ消えちゃうんで、まあこれは面白いかなって気がします。ハイライト表示オンにすると、ハイライト表示ってなんだろうな。ゼブラとは違う。白飛びの残ってる部分を白黒点滅で表示します。ほう、白黒表、白黒、なんだろう、激しくゼブラになるだけでよくわかんない。あ、オンになってなかった。これはもしやゼブラと、あ、旧メニューにあるか。ゼブラをオフにしてみたら、なんか録画がカードがいっぱいで止まっちゃいましたね。で、ハイライト表示までいってますので、オーバーレイ表示は、これはなんか画像を透過表示させて、なんか構図とかを合わせて撮るときとかに使うのかな。ちょっとなんとなく想像はつくんですけど、まだやったことないですね。手ブレ状態スコープは超望遠レンズとかを使うときに手ブレの状態を表示するスコープ。でもこれは表示されないのはなんでだろう。手ブレ補正、前使った時は出たんだけどな。水準器、この辺、これはライブビュー境界、ここですね。この角っちょのグレーのライン、まあ、隅が黒い被写体とか、まあ夜景とか夜空とか、まあとにかく暗いものを撮るときにどこまで映ってるかっていうのを、これが枠を作っておくとちょうど見えるってことなのかな。これがないと、この辺がちょっとこのモニターの字の黒と合わさっちゃって、どこまでが映像として残っているものなのかっていうのがちょっと分かりづらいですね。そこ辺の枠線をつけて、境界をつけて分かりやすくするっていう機能ですね。撮影画面の推移、コントロールパネルオン。これですね、ディスプレイボタンで変わっていくじゃないですか。こうやってコントロールパネルはこれのことですね。これを必要なければオフにすれば、このライブビュー画面の表示、情報表示のオンオフだけでディスプレイボタンが使えて、消灯画面っていうのもオンにするとこう消すこともできますね。この辺は使い方次第ですね。コントロールパネルもどうなんだろうな。あったらあったで便利だけど、まあボタンを押す回数が増えるのが買ったりっちゃ買ったりですよね。まあ、こっからこうポチッとして設定を変えることもできるので、まあ悪い機能ではないと思うんですけど、まあ使い方次第ですね。次、Vlog ビューアシスト、HLG ビューアシスト。まあこの辺はこの Vlog とかハイブリッドログガンマとかを使っていく上では必要になってくるでしょうね。アナモの表示とか、モノクロライブビューは暗い時にピント合わせする時にってやつですよね。マーカーとか、
セーフティーゾーン、フレーム表示、フレーム表示なんだ。わあ、これか、これも穴もやつか。で、ゼブラ、ベクトルスコープ。これはさっき FN キーに合わせてたんですけど、まあ、Vlog とか撮るときにはこれで露出を確認しながらやった方がいいですね。カラーバー、面白い。放送用にも使えるんですかね、こういうのがあると。これを出してレックをかけるってことなのかな。ああ、なるほど。音は出ないのかな。再生してみるか。あ、音は入ってるな。なるほどね。こういうふうに動画の頭に差し込むことができるんですね。カーフ表示、これすごい大切ですね。これレックがかかってるのがよくわかる。タリーランプのあれもそうですけど、はい。HDMI 表示。これ HDMI に外部出力した場合の情報、まあ、絞り値とかを表示させるかどうかなどなど。あと音声出力、ここが結構重要ですね。音声をリアルタイムで出しちゃってると、ハウリングとか起きるんで、音声はスピーカーがついてる PC モニターとかで HDMI 出力してると、かすかにハウリングが起きてる時があるんですよね。鼻から音声はオフにしといた方がいいのかもしれないですね。拡大表示も外部の HDMI モニターで表示させるか否か。まあこの辺もオンオフできるのは細かいところができていいですね。ファン動作モード。これ高速とかって使うのかな。おお、すごい。高速はマジで音がうるさいですね。今ぐらいですね。マイクもう普通に耳でもバリバリ聞こえる。これが標準。標準もまあまあうるさい。標準。低速。低速もまあ聞こえますね。低速。つまり普段このオートにしてる限りはオート2か、オフ、低速、標準ですね。してると普段使いだとほぼオフになってるんじゃないかな。回ってないんでしょうね。すごいね。タリーランプ、この後方タリーランプ、後方タリーランプってどこだ。これのこと、あ、これか。カメラ横のここですね。これが後方タリーランプ、前方タリーランプ。状況によってはタリーランプをオンオフしたいところはあるでしょうね。レンズ位置メモリー、防火スイッチを記憶します。なるほど。 FN ボタン設定。 FN ボタンのあるレンズってあんま持ってないな。ここに機能を割り当てられるのか。 FN ボタンのあるレンズないな。レンズ情報を確認表示。なるほど。縦位置情報を付加します。なるほど。あ、これで戻ったかな。一周しましたね。次、セットアップ。この辺は画質とか云々よりも、まあ、ベースとなる機能とかですかね。ダブルスロット機能、動画ファイル名。この締めスタイルだと名前がめっちゃ伸びる。これは何だろう、いろいろタイムコードとかが書かれてるのかな。フォルダーファイル設定、うん。スリープ、まあ5分ですね。バッテリー持ちはお世辞も良くないんで。省電力ファインダー撮影、この辺でなんか工夫する必要がありますね。動画撮影時の、あ、温度、これ温度とかね、どれぐらいまでいけるのか。プロレスとかで撮るつもりは今んとこないので。モニター表示速度、まあ一応60。モニター調整、ここですね。ここはすごい難しくて、なんかこのモニターで色をざっくり合わせて
まあ、ホワイトバランスとかもそうなんですけど、で後で自宅のパソコンで表示させるとすごい色が赤くて、なんか思った通りの色にならなかったんですよ。なので仕方なくこのサイドや赤み青み結構ずらしてます。赤方向に3つシフトしたりとか、じゃあ黄色、その赤っぽくて黄色っぽいんですよね、すごい出方として。このパソコンに取り込んでダビンチとかで見るとすごい思った以上に色がかぶってるというか、なんというか状態だったので、現場で撮るときにこのモニターでやっぱ色味を合わせてるので、まあ、要するに Vlog で撮ってない関係上ある程度これで色を合わせてるので、これがモニターとちょっとずれてるとなかなか厳しいものがある。モニターと同じ動画を映してちょっと微調整してみました。僕の環境ではサイドがすごい高く出てたので、モニターのサイドを上げといて赤みと黄色みを強めてみたいな、モニターの設定をあえてずらして、でそれに合わせてこれを見ながらホワイトバランスとかフォトスタイルを調整していくっていう感じでやってます。前 GH5 の時は特にこの辺はノータッチだったんですけど、今回はなんか人肌が特になんですけど、赤っぽく黄色っぽくなる傾向がすごい強くて、その対応にちょっと苦慮してますね。これは照明とかの問題もあるっぽくて、いろいろちょっと原因が多岐にわたりそうなので、ちょっとまだこれっていうのはカメラのせいかどうかっていうのはちょっと言い聞かねるところなんですよね。配線値、水準値、なるほど、電子音、この辺も電子音をすごい細く設定できますね。ヘッドホン音量、モニター、Wi-Fi、Bluetooth、USB、USB モード、ああ、これね。なるほど。HDMI 接続設定。この辺もいろいろありますね。カスタムモード。ここでカスタムモード、今、現在やっているカメラの設定をカスタムモードに、このダイヤルに設定できますけど、さっきちょっと話は戻って、MF ガイドのやつが、このライカの 15mm、パナライカ 15mm だと MF ガイドは表示したいんですけど、ラオアの 10mm では MF ガイドが反応してくれないから、非表示の方が都合がいい。ので、それをカスタムモードに登録してみたんですけど、これも、なんだろう、微妙に使いにくいカスタムモード。レンズ交換して、まあ、それだけでいいんですけどね、それだけなんでやっぱ Q モードとかに入れてやりたいんですけど、 Q モードには MF ガイドの設定が登録できなくて残念ながらできなかったんですよね。カスタムモード設定、呼び出し範囲、ここもできますね。絞り値、シャッタースピード、ISO感度、ホワイトバランス等は合わせたものはそのまま維持したままカスタムモードでそれ以外の項目を調整する。この辺も細かい設定ができていいですね。この辺は何かあるかな、認証情報。この辺はマイページ。まだ全然やってないんですよね。旧メニューからやってる感じですね。まあ、メニューが多いので、この辺もぜひ活用したいところではありますね。表示方法では何か、そうですね、まあ AF 位置から拡大とか、こういうのもあるのか、プロ現像、プロテクトリ、リサイズ、点画面、この辺はまあまあって感じですね。まあ、ざっくりこんな感じで FN ボタンとかの設定とカメラの設定やってはいるんですが、色味のところでホワイトバランスとフォトスタイルの兼ね合いで色表示がなかなかうまくいかないので、その辺を難しいなと思いながらやってるんですけど、まあ、ちょっとこの辺はまたどんどんアップデートしていくと思います。いろんな情報を仕入れつつやってるので、今現在ですね、発売後一月経ったあたりでの設定としては今現在こんな感じでやってます。でバッテリーもようやっと3つ入手することができたので、バッテリー消費が早いのと、純正の BLK、
PLK22 じゃないと 120p が取れないんですよね。 GH5 とかのバッテリーでも動くことは動くんですけど、一部の設定、まあ、プロレジとか 5.7K もそうですけど、 4K120p がこのバッテリーじゃないと設定できないんですよね。この前それにハマっちゃったんですけど、あれなんで設定できないんだっていうのがあって、カードかなと思ったんですけど、前はできたかなと思ったらバッテリーが違ったんですね。その時まだこの予備バッテリーが1個しかなかったので気づかなかったんですよね。今これやっと3つ届いたんでですね、これと今入ってるのとこれとこれで3つあるので、その辺の心配はなくなったかなと思っています。今現在の設定としてはこんな感じでやっていまして、まあ、これからどんどんアップデートしていくと思いますが、その辺はまだ随時更新したいと思います。まずはフォトスタイルですね。フォトスタイル、ホワイトバランス、この組み合わせで動画のいい色を出せるようにいろんな設定があると思うんですけど、そこがまあなかなか悩ましくていろいろ考えながらやってるんですが、その辺もまた次の動画でまとめたいと思ってます。とりあえず今日はこれぐらいです。以上です。ありがとうございました。